1960ルドルフ・フィルクスニーはチェコのピアニスト、作曲家。日本ではフィルクスニーとして知られているが、チェコ語ではフィルクシュニーに近い音で発音する。ドボルザークやヤナーチェックといったチェコ音楽を得意とするピアニストとして国際的名声を得ている。1912年2月11日。 ブルノから東に60キロメートルほど離れた、モラバカハンのナパイエドラという町で生まれた。幼い頃からピアノ演奏でテンプの才能を発揮し、5歳のドキチ人の紹介で、ヤナーチェックと会った。この時、フィルクスニーがドボルザークのスラブ部曲を弾いたところ、ヤナーチェックはテンポが違うと叫んで弾いて見せたという。さらにヤナーチェックは、ベートーベンの月光ソナタの修学賞を弾いて聴かせた。 その演奏に魅了されたフィルクス・ニーは、ヤナーチェクの下で音楽を学ぶことができるようにしてくれと母親に懇願した。それ以来、フィルクス・ニーは、ヤナーチェクの下で、ピアノと作曲を学ぶこととなった。フィルクス・ニーは3歳の時に父親を亡くしており、またヤナーチェクは息子を2歳半で亡くしている。互いに疑似親子的な愛情の交流があったと言われている。8歳で、 ブルノ音楽院に入学。1922年、10歳にして、プラハで、ピアニストとしてデビューしている。その後、プラハ音楽院に移り作曲を、ルドルフ・カレルに、ピアノを、ビレーム・クルツに指示している。1933年、ロンドンデビューし、以来国際的な活躍を続けたが、1938年に、ナチスドイツ占領下に置かれた政府から、 神前施設にとの要請があったのを拒否し、国外追放処分となった。彼はまずパリへ逃れ、ついでロンドンにあった亡命チェコ政府の施設として、アメリカ合衆国に渡り帰化した。アメリカでは、ジュリアード音楽院で教師をする傍ら、幅広い演奏活動を行った。1959年、オーストラリアへ招待された後は、国際的な舞台で活躍し、 日本にも1978年の初来日以来、たびたび訪れて演奏会を行っている。しかし、祖国チェコでは、ソ連型社会主義政府が倒れ民主化が達成されるまで演奏を行わなかった。とはいえ、チェコを訪問しなかったわけではなくたびたび訪れており、50代になってから結婚した妻はそうした折に、故郷の村で出会った民族舞踏団の団員だった。 1994年7月19日、ガンのため、ニューヨーク州スターツバークの自宅で成去した。彼の演奏はその人柄を反映してか、ケレンみがなく穏やかで自然な演奏であった。録音は比較的多く残されており、その地味あふれる演奏を耳にすることができる。また、室内楽の名手としても知られ、多くの優れた録音を残している。レパートリーは直接教えを受けた。 ヤナーチェク、チェコからの亡命者で苦労を共にしたマルティヌーの演奏は他の追随を許さないゴールデンスタンダードであり、マルティヌーから南極として知られる幻想曲とトッカータを検定され世界中でこの作品の普及に努めた。祖国チェコの作曲家のドボルザークやスメタナの演奏が高く評価されるのはもちろんのこと、おろそかにされ安いゲオルクベンダー、 ドゥシェックなどのチェコ古典派の作品もフレーズ全体にわたるテンポルバートを多用する個性的な演奏で来日時に深い感銘を与えた。作曲家としてはピアノ競奏曲や弦楽史重奏曲、ピアノ曲、歌曲を作曲しているがピアニストとしての輝かしい業績に比べあまり知られていない。ありがとうございます。